スノーマン最新シングル詳細解禁。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、先ほどスノーマンの方でも発表というか報告があったと思うんですけども、スノーマンの11枚目のシングルブレイクアウトと君は僕のものが7月31日に発売することが決定して、今日はですねそちらの感想動画についてお話ししていきたいなと思います。いやー楽しみですね。2月14日にラブトリガーとウィビルゴートゲザーが発売されて、約5ヶ月ぶりってところで、もともとねスノーマンのラウールが主演する映画があるので、そちらの方で必ずスノーマンの楽曲っていうのは起用はされるのかなと思っていたんですけども、ついに詳細が発表したってことで、簡単に概要をお話ししていきたいなと思うんですけども、こちらスノーマンの11枚目のシングルブレイクアウトと君は僕のものが7月31日水曜日に発売されます。でラウールが主演を務める映画赤羽穂猫のボディーガード8月2日に公開されるんですけども、そちらの主題歌に決定いたしました。そのラウールの映画の主演の楽曲がブレイクアウトで、エッジの効いたアグレッシブなサウンドが特徴的なロックテイストのダンスナンバー、メンバーそれぞれの個性を生かした歌声でクールな一面と情熱的な一面を表現している楽曲、スノーマンならではのハードで力強いダンスパフォーマンスにも注目っていう風に言われているんですけども、いやーついに来ましたね、シングルでダンスナンバー。これなんか冷静に考えてスノーマンのイメージ何ですかって言われたら、やっぱりダンスって思いつく人がかなりいると思うんですね。もちろんトラジャだったらダンスとか、ストーンズだったら歌とかあると思うんですけど、やっぱスノーマンもやっぱダンス、今はねちょっとあまりにもみんなが売れすぎて個々のバラエティ能力とかも強いんで、ダンスとは一概には言わなくて、個性があるとかっていうのもあると思うんですけど、でもやっぱり一番強いのはダンスだと思うんですね。ただシングルでダンスナンバーって意外と少なかったと思うんですよ。ずっとグランドールのような楽曲を求めてた部分は正直あって、もちろんそのシングル以外のカップリングとかアルバムの中にはダンスナンバーの曲っていっぱいあるんですけど、そのシングルっていうところでダンスナンバーって意外と最近少なかったんですよね。やっぱグランドール以降、ハローハロー、シークレットタッチ、ブラザービート、オレンジキス、タペストリーと W、タペストリーは踊ってるっちゃ踊ってるんですけど、なんか和テイストでなんかがっつり踊るってイメージないんですね僕の中で。でデンジャーホリックもそうで、ダンスはもちろんがっつり踊ってるんですけど、なんかパーティーチューンみたいなイメージはどちらかと強いというか、ラブトリガーもなんかキッシュマイリップスのような感じがしたので、なんかバチバチのグランドールみたいな楽曲のイメージはなかったんですよね。だから僕の中ではもちろんこのブレイクアウトって楽曲がどんなダンスかってのはわからないですけども、僕の中ではグランドールのようなイメージ感なのかなとはちょっと思いますね。なんかそこがめちゃくちゃ嬉しいというか、なんか久々にシングルでバチ怖いのをなんかダンスやってくれるのかなっていう。やっぱこの赤羽穂猫っていうのがなんかそのイメージがね、その ラウールが金髪ってのもありますけど、結構背景とか赤いじゃないですか。でこの楽曲の特徴としてもロックテイストのダンスナンバーだったりとか、クールな一面と情熱的な一面を表現しているって言われてるんで、なんかクライアウトのようななんかもうバチ怖いみたいな、なんか MV とかあったらほなボン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 みたいなイメージとしてはブラックゴールドじゃないですけど、そういったなんかダークチックに炎バンバンみたいな本当にクールな、スノーマンが見れるのかなと思うと、もう早く見たいっすよね。6月入ってから少しずつ MV とか楽曲披露はあると思うんですけども、早くこのブレイクアウト聞きたいなっていうところと、まずブレイクアウトっていう題名が良くないですか？なんかこれでふわーってクール系ダンスじゃないっすよね、さすがに。バチ怖いバチ怖いみたいな。もう絶対にかっこいいなっていうのがまず分かってるのと、君は僕のものに関してはブレイクアウトとは対照的な、明るい王道ポップチューンってところで、夏のキラキラした情景を浮かべるようなサウンド、恋心に気づいた心情を歌ったスイートなラブソングになっております。イメージとしてはなんかその、王道ポップチューンで言ってるんで、We Will Go Together とかハローハローみたいなすごく明るい楽曲でがっつり踊るっていうよりかは、本当にみんなのメンバー一人一人の歌声とか、顔のピックアップとか、そういった感じの楽曲になるのかなってイメージはありますよね。いいですよね、こうやって二面性があるのがやっぱり。でこのブレイクアウトのイメージがなんか赤っぽいよねって話したじゃないですか。でもきっと赤が入ってるのかなって思うんですけど、このジャケシャー見ても、ヒー君だったら赤のベストを着てるんですかね。で、コージは赤の、グローブというか、
サックはねがっつり赤はないんですけど、まあ、ところどころ、まあ、サックもグローブ赤ですね。黒のジャケットに赤い、まあ、線みたいなのが入っていて、ショッピーに関してはもうがっつり赤ですもんね。なんかこう見るとショッピーのなんかこの赤色ってあんまりなんかイメージないですよね。やっぱ青のイメージがあるというか。で意外とラウルが赤少ないっていう主役というか、まあ、主演センターのラウルがなんかベルトを二重にしてんのかな、なんか意外と赤が少ないんだっていう感じ、まあ、リップが赤いからなんかそこを意識してんのかなっていう。伊達さんもちょっとクールというかちょびっと赤入れてるって感じですね。阿部ちゃんはインナーを赤にしてるって形で、これなんか毛先とか襟足もちょっと赤色にしてんのかな、どうなんですかね。でフッカはまあパンツが赤と、なんか多分インナーにもちょっと赤色を着てるイメージ。だからほんとサックンだけちょっと異常に少ないですよね。あともうコージもちょっと少ないですね。でメメっすよね、メメ。なんかラウルがその衣装着るんじゃないのっていうぐらい、なんかもうメメのこの衣装がもう全部赤っていう。でもこんだけ赤で来るってことはやっぱグランドールのような楽曲来んのかなって感じがしますね。だからぜひ MV で炎バンバンってやってほしいなって気がしますね。皆さん売り上げ何枚いくと思いますか。まあ、前回ラブトリガーに関してはまた We Will Go Together か、もうこの楽曲に関してはね2人の、まあ、ショッピーとヒークのドラマの、まあ、お仕事の主題歌っていうのもあったと思うんですけど、まあ、カレンダーがついた特典とかも含めてもう2日で100万枚いったと思うんですよね。で今回はそんな特典あるのかな、ちょっとまだ詳しく詳細見れてないんですけど、ただ前回言ってちょっとその、まあ、ジャニーズが亡くなったとか、まあ、そういったのを兼ねての最初のシングルだったと思うので、そういったブーストもあったと思うんですよ。で今回はどれぐらいの数字を叩き出してくるかわかんないけど、まあラブトリガー We Will Go Together はさすがに下回っちゃうんじゃないのかなと思いますね、個人的には。まあ通常通り70万枚とか、まあそれでもやばいんですけど、70万枚ってまあそれぐらいの数字が初日とかになるのかなって印象はありますね。いやもうほんと楽しみですよね。なんか早くほんと見たいなって気持ちと、なんかこれからラウルがどんどん番組とかで番宣してくれたりとか、またカウントダウン TV とか M ステとかでまた楽曲スノーマンが出てくれたりとか、この5ヶ月ぐらいはあんまりスノーマン、もちろんテレビ出てますけど歌番組ってところでは出てこないと思ったので、まあそういったもしかしたらこの We Are で披露してるかもしれないですし、いやわかんないけどね、そういったところも含めてなんか楽しみしたいなって思います。はい、ぜひ皆さんの方でもですね、いやスノーマンの待望11枚目シングル楽しみって意見だったりとか、私はこういうテイストの楽曲で来るんじゃないのかって予想してますっていう予想だったりとか、ぜひ皆さんの思うところコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですねこうやって旧ジャニーズスノーマンの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価応援していただけたらなって思います。いやもうビジュアルやばすぎ。またね。